Live and let die. さあ、第2試合はなんと FK と大道楽の N グル対決、ビップランバト史上でもなかなか珍しい N グル対決の決勝。さあ FK は予選で私ひずみを倒して、 A グルを倒して、そして大道楽は馬を倒して上がってきた。どちらもエアリを倒した。N グルもまだまだいけんだよ。おっと壊し壊しだぞ。さあ、あーっと、なんで、なんで大パンでガークラさせてあえて中足にしたのか。大パンでよかったのに、ここまで頭が回らなかった。中パンでもよかった。どこが普段やっているかどうかの差は。さあ、しかし FK は持ち前の反応で、持ち前の反応でここまで体力を減らした。しかしその反応があだとなって前肩なたが刺さった、そういった感じ。さあ大道楽はここに来て新キャラ N 剣を投入した。前肩なた制度には自信あるよと。しかし FK もほぼ無傷で攻撃を引きずり出して、さあここからあえて踏み込んで、さあ100機のキックバンはガードされても空中判定だよと。めくりは前転で回避。おっと、ここで見せたがりの男が動画に乗るからと生き生きと生き生きと発動申告。さあこれでまたファンが増えた。大道楽ファン、今コメントが間違いなく流れている。さあさあここから大道楽の、さあこれちょっとファン減った、今のでちょっとファンが減った。竜巻勝利しっかり決めた。おっと、今のはさすがに分かっていたが、ちょっとお前やりすぎだよと、最近調子乗ってるだろうと。しかしここでさあ何する、何する、もう一回、もう一回発動申告。この男、今のでまたファンが増えた。勝ったのは大道楽。大道楽さん、オーバーキルが過ぎますよ。